クソゲーを過去にする。クソゲーオブザイヤー2008。2007年の覇者、48カッコ仮がクソゲーオブザイヤーに与えたショックはあまりにも大きかった。物語。陳腐なシナリオ、中身のないシナリオ、ヒバゴン、他。システム。オートモード、バックログ、スキップに搭載、ランダム分岐、他。バグ。画面中央に一旦もめん、セーブ画面のフリーズ。他。メーカー対応。お手持ちのメモリーカードをお送りいただきますよ。他。制作者、飯島武也、旧ペンネーム飯島武夫。全方位にわたって王者の風格を見せつけての完全制覇。クソゲーがで憎いアドベンチャーというジャンルで起こった水流の大災厄は、住人の心にある一つの不安を残していった。四十八カッコ仮の前ではどんなクソゲーも霞んで見え、以前のように楽しむことはできないのでは、と。そんな中、今年の開幕投手を務めたのは、メジャーリーグ、投げろ、ジャイロボール。投げた瞬間にわかるストライク判定。投打に必ず挿入されるキャンセル不能でも、おまけと言わんばかりの、極限にまで圧縮されたストーリー。一試合に2時間以上かかるというリアリティはもはやネタとしても楽しめる範疇になく、むしろゲーム自体を、投げろという心の声との戦いを強いられる。ひょっとすると今年も何かが来るかもしれぬ。そんな予感をはらむ幕開けとなった。続いて現れたのが、数ある推理小説のノウハウを一切無視した意欲的な本格推理アドベンチャーである。奈落の城、一夜なりの夜、二度目の夢。推理の余地もなく総当たりでしかない操作、醜く迷って酔うばかりの 3D 移動、解読不可の暗号。行方不明者を放置したままの脱出劇。挙句の果てには、死んだはずの人物が平気で屋敷内を歩いており、自身の死について尋ねると、テキストがまだない、と語るなど、ミステリーの意味を取り違えたとしか思えない、どんでん返しの域を超えた衝撃的展開の前には、どんな名探偵も奈落の底へ真っ逆さまだろう。だが、未だ四十八ショックから立ち直りきれない住人は、オブザイヤーがこの程度ではあるまいと身構え、手放しで喜ぶことはできなかった。これ以降朗報は途絶え、06年以前ならノミネートされてもおかしくなかったソフトがことごとくスルーされていった。長い干ばつに植えるコティに恵みの雨が降り注いだのは6月のこと、2年の長きにわたり延期を重ねた超大作。大きい。の、上落である。大奥での女の争いという需要不明な題材で、膨大な空き部屋とロードに耐えつつ聞き込みをする。ドラクエに例えるなら、延々サマルトリアの王子を探すだけの内容。いやー、探しましたよ。移動はホバリングで、襖は自動ドア。キャラは終始無表情で、果てにはプレイヤーを江戸時代から一気に現実世界に引き戻す、これケイラという誤字、2年も時間をかけたのはケツのポリゴンだけなのかと思える質素さに、同じ会社より販売されたお色気クソゲーが、倫理図警官、開発会社が関与に否定的な発言をするリアル申し開きを始めるありさま。さすがに、ファミ通レビューで、クソゲー界の正義大将軍、デスクリムゾンに並ぶ13点を叩き出した前評判は伊達ではなく、上半期の作品ながら今年はこれで決まりかと皆が思い始めていた。クソゲーが真の地獄の片鱗を見せ始める9月までは、本当の地獄だ。その先鋒となったのは XBOX360 向け麻雀ソフト。ジャンジャイアン。本作は、テーブルゲーム。つまり、アドベンチャー以上にクソゲーになり得ないジャンルである。
だが、蓋を開けてみれば、フリーズ勃発。点数計算の表示以上、同プレイヤー同士での連戦不可。発売初日に謝罪文を出して熱いサポート体制。素人ボイスをダウンロード販売するも返金騒動となり、素人が作ったのかという声に答え、公式ブログ6社が麻雀素人であることをカミングアウト。安牌を掴んだはずが、まさかの核地雷であった。突然の波乱に沸くすれに、老舗アイディアファクトリーも満を持して資格を送った。神尾卓園健康ドッグ、クルヌギア、通称、ヌギアーである。天聖学園シリーズの絵師をパッケージに起用し、タイトルも似せて同作品のファン層を狙ったが、本編に関連性は一切なく、学園ものですらない。出会った瞬間に恋人になるというスピーディーな電波シナリオで、クリアまでわずか6時間。戦闘はといえば、ラスボスを含めほとんどの戦闘が麻痺させてオートで済む。合体技では痛々しい掛け合いとともにシュールな静止画が15秒間表示され。これまで一緒に戦ってきたからできる。うん。俺の速度に合わせて来いよ。勝利を、快感を味合わせてやるぜ。行こう。二人ならできる。友情のパワー。これまで一緒に戦ってきたからできる。うん。おいおい、俺だけ仲間外れってことはねえだろ。ぐっ、どっから湧いてきやがった。手助けしてやるって言ってんだ。くせえ。い、もうこうなったらやけくそだ。必殺真友情パワーと壮絶にずれる。常に低品質ながら一線は越えないという定評があったアイディアファクトリーだが、今作はコンセプト、シナリオ、システムなど、どこを切ってもクソという隙のなさで。公式ホームページに掲載されている画像、スキル名、ストーンヘイジなどが目を引く。購入者をして、買って数千円をドブに捨てたいのなら、実際にドブに捨てる方が時間の浪費がないだけ建設的とまで言わしめた。息もつかせぬ波状攻撃はさらに続く。ファミ通レビュー史上初のオール3点の快挙を引っ提げ参戦した。この異様に対して同編集部も、現代でこういうゲームに出会えるのはある意味不況と感じを惜しまない。誰がどう打っても数箇所しかない定位置に弾が落ちるというスゴロクのようなシステムで、メーカー曰くゴルフゲームではなくなりきりゲームである。キャラゲーなのにストーリーモードはなく、使えるキャラは原作ファンが首をかしげそうな微妙な人選の6人。開始からエンディングまで約10分である。バグやフリーズなどの問題を抱えた他のクソゲーとは対照的に、使用通り問題なく完成しているカッコと思われるカッコ閉じのみクソという男らしい姿勢がスレを沸かせ、そんな内容を想像させない PV の素晴らしいクオリティは、ワイは詐欺やプロモーション詐欺やという改変コピペで称えられた。こうして飽食ムードで審議に入ろうとしていた12月であったが、またもや波乱が起きた。これまでの競合たちを一周するかのごとく、強力な2体の魔物が降臨したのである。年末には魔物が潜む。この法則は今年も健在だったと言えよう。一体目の魔物は、修正パッチを当てることによりクソゲーとしてさらなる進化を遂げた。ジャンライアン。元来パッチはゲームの修正、改善のためにあり、クソゲーやバグゲーを出したメーカーに残されたオンライン時代ならではの選択肢である。今年も未出走馬が優勝、ゼロ着の存在、超絶ラグのオンライン対戦などを搭載した、ダービータイムオンラインがパッチにより修正され全外となった。だが、そんな、後でパッチで直せばいいやという悪しき風潮に警鐘を鳴らすべく、ジャンライムはパッチによって全く逆方向へと変貌していたのだ。マージャンは本来、同じ色や柄、数字のパイを
で不確固上がり条件確固ポジを作るというルールなのだが、揃えたパイに突然違うものが混じっていたり、他人の手牌を勝手に奪って牌の数がバブルは空間や、役が完成し、上がった瞬間なぜか順番外のプレイヤーが上がってしまう先詰めなど、ジャンラインはもはやルール以前に全てが崩壊していた。メインメニューに戻る選択肢に牌が3つ並ぶ理不尽仕様も忘れがたい。フリーズは治るどころか頻度が激増。十字キー入れっぱなしで簡単に再現でき、オンライン対戦の切断ペナルティが深刻化した。ファミコン時代から各社が研究を重ねている麻雀ゲームとは、明らかにジャンラインを隠する4次元麻雀がそこに存在していた。プレイヤーは異常感の渦に陥れた開発会社のレコムはパッチ配布後すぐに公式掲示板とブログを閉鎖、コンスレ住人の伝突に対して社員は自覚していますと悲壮な決意を見せ、キモ可愛さで一躍スレ住人の心を掴んだ有料追加キャラジャッシーなど、さらなる炎上を引き起こすホットな話題を我々に提供し続けた。2体目の魔物は、タイトル通り2008年のコピーのクローザーの座を狙うがごとく現れた。メジャーリーグ、パーフェクトクローザー、通称、メジャー2。今年の開幕投手を務め、DS でもハイレベルなクソゲーを出して中継ぎを終えたばかりのメジャーが、驚異のトリプルヘッダーを成し遂げたのだ。開発会社に、クソゲーマイスターとして名高いドリームファクトリー、カッコドリフカッコトジを選択したことからも、タカラトミーの本気が伺えるだろう。ドリフ側もプログラマー3人という制作体制で見事にこれに応え、追求したのは本格野球ゲームと豪語するその出来は、確かに一味違った。では、15秒のロードから始まる驚きの試合内容を紹介しよう。まずは、走者は一切操作できず、勝手に盗塁しては犬死にを繰り返し、犠牲フライはタッチアップなしで得点として認められるなどやりたい放題。続いて、打球が砲丸のように重く、落ちてすぐ止まる一方で、垂直にぶつかった球が斜めに反射し、3イニングに10本の割合で本塁打が飛ぶ。消えたり伸びたりする良いバットの存在も忘れてはならない。そして、野手はフェンス直撃のライナーを追いかけて壁を突き抜けたり、後逸した球を即座に諦めて棒立ちになったり、別の意味で目が離せない。塁審は一人も存在せず、ファール球が跳ね返ってフェアになったり、スリーバント失敗がアウトにならないといったルールの誤解が公然とまかり通っている。ストーリーは原作を尊重し、最終戦ではたとえ5対2で勝っていてもその点差のまま延長戦になったり、逆転負けしても勝ちルートのエンディングに突入する、通称逆転さよなら負け優勝。悪送球を野手が取り損ねた瞬間に映像が乱れてアウトになったり、不正などなかった謎の動きでワンキャッチツーアウトを取る通称ジャイロキャッチなど、バグも完備である。誤審などありわけがない。続々と明らかにされていく本格野球にスレ住人のボルテージが高まっていく中、ある一連のバグが発覚したことでついにそれが最高潮に達した。そこには、キャッチャーが防具を脱ぎ、審判がピッチャーに背を向け、これまた後ろ向きのバッターが何もない空間からセンターに向けて階段を飛ばし、捕球やベースカバーどころか、全く動かない棒立ちの野手を尻目にキャッチャーが一人でセンター前ヒットを追いかけるという未知の光景が広がっていた。果てには主人公、
コローの首までもが180度ねじれた状態で発見され、球審は説明書の豪快な誤植から定規ケツネルと命名された。運命のいたずらか、皮肉にも最後は違う年に生まれていればそれぞれ栄冠を勝ち得たであろう日本の一騎打ちとなった。この固定史に残る名勝負を制し、2008年大賞に輝いたソフト、それは The Major League Perfect Closer である。である。揃って尻を向ける審判と打者やセンター前キャッチャーゴロなど、すれは愚か、外部までも話題沸騰し、大晦日には公式サイトが謎のパスワード制になるなど、最後の最後までコティスレを沸かせ続けたその圧倒的なポテンシャルは怪物というほかない。また同時期にメジャー劇場版公開を控えた絶妙なタイミングで子供たちに全力のクソを投げつけた非常さと、年々 NHK でメジャーのアニメが一挙放送されたため、子供たちのお年玉は見事にブラックホールへと消え去った。クリスマス商戦と合わせて月通である。見る者を笑わせ、やってみたいとさえ思わせる爽やかさを併せ持った、まさに至高のクソゲーであると言えよう。だが戦術通りメジャー2と別の年ならば栄冠を得たであろうジャンラインの異様、元異様も決して忘れてはならないのも事実である。実力は決して劣るものではないが、麻雀ルールの敷居の高さや感覚的にクソゲーよりもパソコンのクソアプリに近いという点があり、一歩及ばぬ結果となった。それらはテーブルゲームというジャンルにおける宿命であり、勝負がここまでも連れ込まなければ争点となることもなかったであろう。2008年は、前年王者が与えた四十八ショックとともに始まった。凡庸なクソゲーではもはや満足できないのではないかという不安に包まれた開幕だった。だが、七英雄と呼ばれる。メジャー。奈落。大茎麦屋猿ジャンラインメジャー2の7作はいずれも波の年であれば大賞を狙える出来であり、終わってみれば当初の不安とは裏腹に実りの多い年であったと言えよう。特に猿は、理不尽ではない純粋なる無価値を追求し、ジャンラインはパッチによって進化する新時代のクソゲーのあり方を示した。そしてメジャー2は、コンボイの謎から続くキャラゲー地雷の老舗、タカラトミーと、クソゲーマイスターと呼ばれたドリームファクトリーの、二つの巨星の名に恥じない、キャラゲーとしてもクソゲーとしても規格外の純粋なるクソの金字塔として、見事その宿命を全うした。DS 用ソフトも含めると、年に3度もファンと原作者にニエユを飲ませ続けたその投手リレーは、長く人々の記憶に残ることであろう。最後に、大賞に輝いたメジャーウィー、パーフェクトクローザーの原作から、重野五郎のセリフを借りて2008年のクソゲーオブザイヤーを締めくくりたい。